奥尻空港と佐奈江地区周辺の空中写真2017年7月5日撮影国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成奥尻空港は北海道奥尻郡奥尻町にある地方管理空港である奥尻空港は奥尻島の南部に位置する離島空港でありまた北海道最西端の空港でもある 北海道南西沖地震で町ごと大津波に襲われた青苗地区の近くに位置する。奥尻島の空の玄関口として観光を中心とした地域振興を支える拠点の一つとしての役割が期待されている。当初は現在位置のやや南東側の隣接地に開港。滑走路の延長に対応するため2004年にターミナルビルを新設の上で現在位置に移設された。 現在の滑走路は13、31方向2500メートルである。旧空港の滑走路は12、30方向に800メートルであった。平行誘導路はなく、ターニングパッドも備えていない。着陸帯の幅は150メートルと狭く、景気着陸には対応できない。なお、旧滑走路は一部痕跡をとどめるものの、大半は新滑走路建設のために、 盛り土した上で転用された。利用客数は近年は若干の減少傾向で約1.1万人前後を推移している。2013年度は国内1万265人。奥尻空港ターミナルビル、外観航空会社カウンター級ターミナル棟空港、ターミナルビルは滑走路北側に一棟あり、地上を2階建て、ボーディングブリッジは備えていない。保安検査は 2015年4月まで X 線検査機器が備えられていなかったため、検査係員による手荷物の回避検査を実施していた。なお、旧ターミナルの建物は地元建設会社の倉庫に転用されている。ありがとうございます。